皆さんこんにちは、ワンダリグルビーチです。では今回は、新ギレンデ野望地球連邦軍 V 作戦禁止、モビルスーツ生産禁止というプレイの続きをやっていきたいと思います。前回はグラナダの攻略を行って、サイド3、ジオン本土攻略作戦が提案されるというところまで進めてきました。ジオンは謎に地上軍を充実させていてですね、とんでもない数がジャブロー、マドラス、北京、オデッサを取り囲んでいるという状況で、逆にジオンの宇宙軍がね、かなり手薄になっているという状態です。よって、このグラナダはあっさり攻略できたんですが、サイド3本土にはですね、また見たくなかったんですが、アイフィールドを持った、おそらくノイエジールと思われる機影が確認されています。なので、このノイエジールをまた基地中心部から引き離すという作業を、実は何度か行っているんですけども、なかなかうまく引き離せなくてですね、このまま突貫をかけつつも、それでもやっぱり引き離しも頑張ろうというね、二段構えの作戦でいきたいと思います。よって、ビッグドムなんかには、パイロット乗せています。ここもね、ゲルググマリーネ、ギャンマリーネあたりには、アムロを乗せたりなんかしていますので、これらでちょっとね、なんとか敵を引き離していければいいかなというふうに思っています。では、出撃していきましょう。まずは、サイド3本土、攻略作戦の提案です。この後、部隊投入していきます。で、部隊を投入した後なんですけども、演説も行って士気を高めておきたいと思います。月の裏側に位置するこのコロニー軍、ジオン公国の首都が変わった。劣勢から立ち直り、ジオンの厚い守りを打ち破った連邦軍は、ついにこの地へ軍を進めた。一方、追い詰められたジオン軍も戦力を結集し、最後の抵抗を試みた。決死の覚悟を固めたジオン軍を打倒し、連邦軍は勝利をつかむことができるのか。連邦とジオンの命運をかけた最終決戦、サイド3の戦いが始まろうとしていた。とにかくビグザムもそうだったんですが、ノイエジールがですね、拠点中心部に居座られると、攻撃で削ったダメージ量よりも回復量のが多いので、永遠に撃破できないという、そういう現象に陥ってしまいました。で、一応、リックドム2、5機スタックと、あとは、ゲルググマリーネを、2、3機スタックさせて攻撃仕掛けると、3分の1ぐらい削れるんですけども、その次のターンのノイエジールの回復量が、ほぼマックス回復してくるので、もうちょっと拉致が開かないっていう状態ですね。やっぱり拠点上に座られると、もうちょっとモビルスーツを捕獲したものをうまく使うか、何かしらの手を考えないと、ノイエジールを永遠に撃破できず、攻略が完了しないという事象になっているので、引き離しをね、やっぱり目論見ながら引き離せないときは、エースパイロットを乗せたので、格闘でね、ちょっとでも多く削ってもらって、ちまちま削っていくという作戦も、考えて同時に実行していきたいと思います。まずは引き離しですね。さあ、まずはノイエジールをうまく引き離したいなと思います。こっちの方にうまくおびき寄せて、そこで一気にノイエジールを取り囲んでしまおうというね、作戦になります。出てきてくれるかどうかですかね。まずはね、動いてきてくれてはいそうだな。あとはうまく逃げるという行為かな。ノイエがどこにいるか。ここにいますね。いや、これはもう逃亡した方がいい。一刻も早く逃亡しましょう。一応ね、二方向に逃げて、どっちに迫ってきたとしても、どちらかが5ターン目まで生き残れるようにしましょう。うまくノイエジールを釣り出すことができれば、戦局も変わろうという場面ですからね。今のところ、
釣り出しがうまくいってるな。小島がどこまで粘れるかだな。これ敵に殺到されるとかなり厳しいので、まあどこまで粘りきれるかだな。ハヤトはこのままちょっとね、待機してもらいたいと思います。さあうまく引き離しができました。一番理想的な引き離しだと思うんですけど、ここに今ノイエジールいます。で、他も取り囲んでいる状態なので、ノイエジールをね取り囲みつつ、残りの部隊で基地中心部の制圧先にやっちゃいましょう。全体のうちのですね、約そうですね、半分ぐらいの部隊を今回中に送り込むことができていますので、このまま後続の部隊が来るその進軍ルートも確保しながらですね、先に進んでいきたいと思います。ノイエジールさえ封じれば、時間はかけてでも攻撃はじわりじわりと当てていくことができるので、まあ、攻略のね希望が出てきたかなというふうに思っています。それでも リハーサルというか、失敗してしまった時なんかはですね、ガトーがこの空域にいたりして、しかも乗っているのがガトー専用ゲルググっていうね、上限が突破しているような強い機体もいたりしたので、まだまだね油断はできない状態だとは思うんですけども、それでもだいぶ変わってくるかなというふうに思います。ここもね誰が乗ってるかっていうので全然変わってきますからね。セーバーフィッシュ発進させてでも、とにかくノイエジールはじめ敵の部隊を外に出させないというのがすごく重要なので、なんとか封じ込め作戦でいきましょう。ここにいるノイエジールをどうしても封じ込めておく必要があるので、ここは攻撃を特に仕掛けず包囲網を形成することに注力していきたいと思います。ここにガコットを言えてないですね、ガトー専用のゲルググがいますね。ガトーが乗ってます。まあ、ここにはまず手を出さずに、周辺の防衛衛星なんかを攻撃しながらノイエジールの封じ込めに専念しましょう。で、この後後続でさらに半分ぐらい艦隊増えて、合計100隻ぐらいの船が入ってくるので、まあ、そこで一気にね、ゲームを決めに行きましょう。ここにあるチベは撃破できそうですね。ガトーがちょっと強いので、まあ、ガトーは一旦後回しにしてですね、先に残っている敵の部隊を撃破して回りたいと思います。衛星群も倒していっちゃいましょう。これだけの集中砲火を浴びせるってなかなかね、持ちこたえられないとは思うんですけど、やっぱりノイエジール強いですね。チベはここで撃沈。あとガトーを倒せば基地中心部の制圧進みそうです。基地中心部に向かっている艦隊で、ガトーは少しずつ削っていきましょう。ジョニー・ライデン専用のゲルググなんかも今いましたけど、結局ジョニー・ライデンもジャブローに釘付けの状態ですからね。ではノイエジールのねエネルギーだいぶ減ってきましたので、ここから攻撃仕掛けていきます。陸ドム隊、ここにパブリックでビーム拡覧膜をかけて、ノイエジールにね攻撃を仕掛けていくという局面になっています。ノイエジールにダメージ与えられる機体は限られているので、まあ、大事にですね、まあ、使っていきたいなっていうところになります。さあ、ここですね。ここでどれくらいノイエジールを削れるか。もう一回ぐらいノイエジールは攻撃させてからのが良かったかな。反撃があるかどうかというところだと思うんですが。あと、格闘がちゃんと入るかどうかですね。だっ。格闘の開始一撃で食らうと削られるというか、
撃破されますね。かわしてくれれば大丈夫かな。よし、ノイエジールもあと一撃だな。見えてきましたね。エースパイロット乗せるとやっぱり格闘入る分だいぶ違いますね。パイロット乗せないでノイエジール挑むと、まあ、ほぼほぼ3分の1ぐらい当てて、拠点にいると拠点で回復されてっていう、まあ、かなり厳しい戦いだったんですけどね。さあ、残りの部隊もほとんど入れて、部隊数は113まで膨れ上がりました。ノイエジールを撃破、ガトーも倒して、サイド3、制圧、進めていきましょう。ビーム爆弾幕を張って、確実にノイエジールを撃破。これでね、残りのダメージ、少なかったとしても撃破できると思います。では、ガトーのね、攻略の方に、軸を移していきましょう。これでガトーも撃破です。ノイエジールも撃破。あとは基地中心部に残ってる敵の戦力。これを削って制圧で進めていきましょう。ブラウブロが残ってますね。あとは高機動型のザク。ホルバインが乗ってますが、これを撃破。まあ、ブラウブロなんかもね、結局ニュータイプが乗ったりすると、すごく厄介な敵になったと思うんですけど、まあ、幸いなことに、今回の場合だと、その大半を地上に釘付けにすることができているというのもあってですね、あんまり脅威にはなってないですね。これでブラウブロ撃破になります。いやー、本当にモビルスーツの生産なしで進めてくるとしんどかったですが、皆さんからね、いろいろアドバイスいただいたおかげもあり、なんとか攻略までこぎつけることが、できましたね。敵本拠地の制圧に成功しました。これ難易度を上げていくとちょっと無理かなっていう感じもします。これ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。ジオン本土の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。副官に関して言うと明らかにギレンの方がいいですね。なんかキリッとした女性の副官がついてますからね。ではここから連邦軍完全勝利のエンディングを見て、終わりにしていきたいと思います。ギレンの野望をね、まだまだやっていきたいと思ってますし、あとはですね、独立戦争機、ギレンの野望、独立戦争機も実はまだプレイしたことがないタイトルになってますので、次回はですね、独立戦争機をプレイしてみたいなというふうに思っています。その他戦略シミュレーション、あるいは戦術シミュレーション、はたまた全く全然違うシミュレーションゲーム、何でもいいのでおすすめのものあったらですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなと思います。ではエンディングを見て、終わりにしていきたいと思います。アースノイドとスペースノイドの確執をなくす唯一の手段である、宇宙への完全移民を実現させる。宇宙への完全移民、それはジオンズム大君が提唱した人類を革新へと導く第一歩である。ニュータイプに深い理解を示したというレビルが人類に示した未来への道しるべ、その先にあるものが何かはわからない、だが人類は歩み出す、いつかはたどり着く争いのない世界へと。